どうもセリカです。今日はドルフィンキックのみの私の動画を見ながらドルフィンキックの極意についてお話ししていこうと思います。まずは通常スピードでご覧ください。この動画結構面白いです。私もさっきずっと見てたのですが、見てるとイメージが湧きやすいというか、わかりやすいですね。皆さんはこれ見てどういう風に見えていますか？では次は超スローでご覧ください。結論からお話ししますが、ドルフィンキックの極意というのはキックを打たないことです。これ聞いてはって思う方結構いらっしゃると思いますが、見てみてください。どこを視点に足が動いているように見えますか？よーく見てくださいね。頭から見ていきましょうか。頭動いてますか？動いてないですね。では肩は動いてますかね？動いてないですね。では胸、みぞおちあたりどうですかね？ちょっと動いてるように見えませんか？腹筋もちろん動いてます。足の付け根ももちろん動いてます。足全体ももちろん動いてます。ということで、今の解説から分かる通り、ドルフィンキックは溝落ちから打ちます。もう一度超スローでご覧ください。ちなみに私はこの25メートルドルフィンキックの潜水を25秒ぐらいですかねで泳ぎ切ってます。よくありがちなのがドルフィンキックやってっていうと、膝下から思いっきり皆さん切り下げます。まあちょっとよくて足の付け根から蹴り下ろします。けどそれだとしなやかなキックではないです。もう一度言いますが、ドルフィンキックの極意はキックを打たないことです。溝落ちを視点に体幹を使って足を動かします。足は打つのではなく動いてしまっているだけです。泳いでる時皆さん溝落ち意識したことありますか？ほとんどないと思います。次からはドルフィンキック溝落ちから打つというのをイメージして泳いでみてください。本当にイメージするだけで全く泳ぎが変わってきます。やってはいけないのは膝下から打ってしまうこと、足の付け根から打ってしまうこと。その意識をもう頭から排除して
泳いでみてください。では次はちょっと早いスローでご覧ください。私的にはすごい遅いスピードで見るよりも通常ペースで見た方が分かりやすいと思いますが、まあ一応超スローをスローで動画を作ってみました。こっちの方が胸が動いてるのがよく分かると思います。それに足が勝手についてきてるようなイメージですね。では最後、通常スピードでご覧ください。これをやるだけでキックの疲れが激減します。やっぱり体幹を使って泳いだ方が体は楽なので、足が疲れてしまっている方はぜひ溝落ちを意識して泳いでみてください。ということで、ドルフィンキックのみの解説は以上になります。ご質問ある方はこの動画のコメント欄に書いてください。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。